ニスの角度は30度、どうもゆきりぬです。はい、ということで今日はですね、ちょっとやってみたい企画がありまして、 Amazon ランキングってあるじゃないですか。 Amazon ランキングの上位に入ってるアイテムって人気になったり、こうバズったりとか、すごい便利なアイテムが多かったりして、なので Amazon ランキング1位のものだけ買って1週間生活してみたいと思います。それではレッツラッコー。そこでやっぱ気になると思うんですよ、1位の商品でね、一体どんなものなのかとか、どれぐらい便利なのかとか、結構気になると思うんですよ。そういうのをですね、含めて、こういろいろね、レビューもしていきたいなと思います。それじゃあですね、早速、買い物をね、していきたいと思います。はい、Amazon ランキング、とりあえず、食料、頼みたいと思います。Amazon ランキング1位。水なんですけど、うわー、きつー、やだー、ちょっと待って。あ、ここで買えられる。そういうことか。あ、助かった。グルメギフト。これ結構美味しそうなものあるんじゃない？魚介類。きたー！うなぎめっちゃ美味しそうなんだが。ちょっと先だな。まあ、でもこれは、買っといて届いたら嬉しいので、ちょっと先ですけど、まあ、これは頼みましょう。それから他。とりあえずね、カレー食べてみたいと思います。私、ボンカレー食べたことないんだよね、実は。ボンカレーゴールド。これをちょっと注文して食べてみたいと思います。さあ、ここで私は炭酸飲料のボタンを押して、コーラを引きたい。来い、コーラ！でも炭酸水なんか美容にいいらしいから、ちょっと頼んでみようかな。ということで、じゃあこちらを買っていきたいと思います。はい。そしたらですね、今日もAmazonで買うものをね、選んでいきたいと思います。マッサージ、ツボ押しグッズ、欲しい！マッサージクッション、オムロン。これちょっと欲しいかも。これにします、今日は。おー。楽しみ。はい、ということで、じゃ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 ーん。Amazonが届きました。でれん。はい、ということで、カレーが届きました。ボンカレーゴールドでございます。Amazon ランキング1位なんだね、ボンカレーが。名前はさ、結構有名だから聞いたことあるけど、ちゃんと私食べたことないから、いつもね、カレーマルシェが大好きなんですけど、私。なので、ちょっと初挑戦のこのボンカレー食べてみたいと思います。はい、ということで、ご飯をね、持ってきて、注いでいきまーす。いけー！わー！あ、結構、あれだね、具、いっぱい入ってんだね。はい。じゃあ、いただきます。入ってるお肉がめっちゃトロトロして美味しい。個人的に、カレーマルシェよりも、結構お肉がしっかり入ってる。でも確かにこれは、なんかあれかも。あんまり、好き嫌いが分かれないカレーかもね。はい。ごちそうさまでした。やっぱこう、一人暮らししてると、こういうカレー食べたくなるわ。そしたらですね、今日もAmazonで買い物をしていこうと思います。やっぱね、ご飯が食べたいです。冷麺食べたい！盛岡冷麺だって超いいじゃん、これ。これ買う。これ買います。やったー！ケーブル買いたい、私。アンカーのライトニングケーブルですね。はい、ということで今回はですね、こちらの3点を購入したいと思います。はい、ということで、今日はですね、ウィルキンソンの炭酸が届きました。ちょっと早速飲んでみようかな。お、まあ、美味しいわけじゃないと思うんだけど、まあでもやっぱこう定番なんだろうね。いただきます。特に味はないんだけど、めっちゃ炭酸強い。私が普段飲んでるコーラとかよりも全然強い。何これ、初めて飲んだ。そしたらですね、今日のランキングもちょっと今見て選んじゃおうかなと思います。あ、ほぐしフレーク。あ、これ私めっちゃ気になってたの。なんかすごい美味しいらしいんですよ。すごいね、気になってたの。これ購入しよう。これいいんじゃない？これめっちゃ美味しそうだよ。食べたい、これ。これにしよう。今日はね、なんか2つ届きました。開けまーす。あ！来たー！はい、こちら、マッサージクッションです。そして、もう1個も開けますか。こっちは何が入ってるんだろう。これはあれだ。
通に個人的に頼んだやつでした。忘れた頃に届いたから企画のやつだと思って一緒に撮っちゃったよ。じゃあちょっとね、これ早速開けていきたいと思います。結構重いですこれ。あ、でもすごい触り心地がいい。繋いでみましょう。これ多分首にも使えるし、普通に背中とか置いても使えそう。うん、背中はめっちゃちょうどいいです。あー、じゃあちょっとアマゾンでね買い物していきましょう。また何がいいんだろう。じゃあファッションとか見てみる。やばい、特に欲しいものがない全然。でもこういうの欲しいかも。やっぱ家にいる時間が多くなってきたじゃないですか。だから部屋着でいることが多いんですけど、楽そうなショートパンツみたいなのあんまり持ってないんで、これ買います。これめっちゃ気に入った。すごいいいよ。みんなゲーム、あ、周辺機器、アクセサリー、スイッチのアクセサリー欲しいな。かわいいこのケース、これはとてもいいです。超嬉しい。買います。よし、じゃあ今日はこの2つを買うことにしたいと思います。はい、今日はですね、なんと2つも届きました。ちょっと開けてみたいと思います。おお、来た。はい、あ、なんかいっぱい入ってる。アンカーの、こんなちっちゃいっけ。あ、こういう感じ入ってんだね。あ、めっちゃいい。iPhone のコードはいくつあっても便利なので買っておきました。そしてお次は何買ったんだっけ。あー、てれれーてて冷麺ですね。これあれなんだね、特に冷蔵庫とかじゃなくていいんだね、保存するの。じゃあ次はこちらも開けていきたいと思います。なんかね、あ、来たー、これすごい食べたかったやつだ。めんつなカンカン3食食べ比べセットでございます。これがダブル唐辛子の辛口カンカンで、これが明太子たっぷりのプレミアムカンカンと、それから普通のですねの3種類になってます。嬉しい、やったー、メンズなカンカン。はい、ということで皆さん、ついにあれが届きましたよ。てってー、ちょっともうね、ごめんなさい、これ中身わかんなくて開けちゃったんですけれども、たらら、見て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 、ででーん、うなぎー、やったー。おーおーおお、うなぎかば焼きカット。あ、結構すぐできるんだね。湯煎でふっくらとした後、火で軽く炙ってください。アルミホイルに包んで焼くと柔らかく仕上がります。ちょっと待って、私ね、いいもの持ってる。こいつを再び使う時が来た。今から早速食べたいと思います。超楽しみ、やば。丸ごとのやつも入ってた。この企画やってよかった。まあ一旦今日はこっちにしようと思います。これね、やってもあの乗せる器がないので、ご飯の上にこれを乗せて今日は食べていこう。はい、ということで、うな重完成しました。イエーイ。じゃあこっからですね、こちらを使って焼き目をねつけていきたいと思います。はっ、どう、いい、いい香りがする。じゃあいただきます。うん、おいしい。あー、うなぎだ。めっちゃふわふわしててね、美味しいです。うん、うまい。はい、完食しました。美味しかった、ごちそうさまでした。はい、今日はですね、じゃじゃーん、こちら盛岡カレー麺をね食べていきたいと思います。麺はなんかこんな感じですね。すごいなんかいい匂いがすると思ったら、スープにちゃんとキムチの素がついてますね。じゃあちょっとお湯を沸かしてこちらを作って、まあ、どんなお味なのかレビューをねしていきたいと思います。はい、ということで、いろいろね具を使い切りたかったんで、すごいボリューミーになっちゃったんですけれども、じゃあいただきます。まず冷麺自体のねお味を、うん、チュルチュルで美味しい。でも水をね薄くしすぎちゃった、薄めすぎちゃった。はい、ということで今日はですね、じゃじゃーん、2つ荷物が届いたので、こちらを開けていきたいと思います。
まずはこちら、ルルーン、おー切ったー、じゃじゃーん、任天堂スイッチのケースですね。あ、すごい、中はですねこんな感じで結構ちゃんとしっかりしてて硬いです。まず外側がで、ほわほわがついてます。こうして、おー、めっちゃいい。やっぱみんなが買ってるものだからすごい作りもしっかりしてるし、色もめっちゃ可愛いです。じゃあ続いて、これはねもう何が届いたか分かります。私は触り心地的にででーん、ショートパンツですね。 M サイズを購入したんですけど、ちょっと思ったより生地が薄そうです。ちょっとしっかりしてるかと思ったけど、まあ許容範囲っていうか、まあこの安さで縫い目とかもすごい綺麗なので良さげ。そしたらじゃあ今日もですね注文していきたいと思います。ちょっとね、私飲み物が欲しいんですよね。ということで、ドリンクヨーグルト、はぁ、 R1 がある。 R1 飲みたい。私 R1 めっちゃ好きなんですよ。美味しくないですか、すごい。しかもなんか体にもいいしさ、めっちゃいいと思うんだよね。ということでこれをカートに入れます。オッケー、じゃあ今日の買い物は終わりです。はい、そしたらですねちょっと小腹が空いたので、こちらめんツナカンカン食べていきたいと思います。すごい気になるので、この明太子たっぷりプレミアムカンカンをね食べていきたいと思います。はい、ということでご飯をね用意したので早速かけていきたいと思います。こちらがですねめんツナカンカンでございます。明太子とツナがねたっぷり入ってますね。じゃあ早速食べてみたいと思います。結構明太子がね入ってますね。やっぱプレミアムだからすごい。はい、ということでじゃじゃん、完成です。美味しそう。うん、美味しい。あ、すごい明太子の味結構しっかりしますね。キムチよりもちょっと辛いです。まあ、明太子だねって感じの辛さですかね。これ一缶でねご飯3杯いけますねはい、ごちそうさまでした。美味しかった。はい、ということでね今日もですねアマゾンで買い物をしていきたいと思います。なんか特に欲しいものがねあんまりないんですけど、世の中にはなんかいろんなものがあるんだなっていうのをこのアマゾンのランキングを通していろいろ知ることができましたね。え、ちょっと気になるメイベリンのリップが1位らしいですよ。あんまりこういう色つけたことないんだけど、ちょっと試してみよう。なんでこれにします。今回はですねリップを購入いたしましたので、すごい届くのが楽しみです。はい、ということで今日はですねこちらが届きました。じゃじゃん、は R1 でございます。続いてこちらですね、これはねハンバーグですね、ハンバーグ。はい、それじゃあねこちらも開けていきます。パカッ、おー、なんかすげー、白角ハンバーグ。早速こちらを食べていきたいと思います。そしてねこれも飲みます、R1 も。はい、ということでハンバーガー完成しました。ということでいただきます。え、めっちゃ美味しそうなんだが、いただきます。あー、やばい、来た方がいいよ。ほら、肉汁がさ今切った瞬間ドゥバーってね出てきたの。見てほしいか、もう一回切るよ。うわ、やばすぎないこと、ここに今タプタプの肉汁がね。健康のために R1 いただきます。はい、ということでごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。はい、ということで今日はですねついにアマゾンランキング1位生活最終日でございます。はい、ということで今回ですね届いたのはこちらです。メイベリンのマットリップですね。これがアマゾンランキング1位だったんですよ、リップの中で。これがね多分売れてる理由分かりました。一番上の口コミのところにグラスにも口紅つかないし、タバコにもつかない、もちろんマスクにもって書いてあって、で評価もね割と高かったです。で特に多分最近それ人気なんだと思いました。ちょっと早速ねつけてみたいと思います。はい、つけました。こんな感じです。すごいサラサラっぽい感じですね、見た目は。そしてですね完全にリップ乾いたっぽいのでマスクをつけてみたいと思います。こんにちは、ドメキリンです。悩みますね。はい、じゃあ外してみます。
あ、すごい。鼻のところはちょっとねファンデーション落ちたんですけど、リップは全然落ちてないですね。これ汚いんですけど、昨日の私のマスクです。普通はこうやってリップがつくんですよ、こうやって。だけどこれはね、ほら全然ついてないんですよ。すごくない？なるほどね、だからこれが1位なんだね。すごい、なんかめちゃめちゃ納得したし、買ってよかったです、嬉しい。はい、ということで今回ですね、 Amazon ランキング1位の品物を1週間買ってみたわけなんですけれども、いかがでしたでしょうか。結構 Amazon ランキング1位はね、個人的に信憑性がねすごい高かったなと思います。なんで、まあ、美味しいもの食べたいなとか、コスメ買いたいけど何がいいかなみたいな思った時とかにちょっと見てみるのいいかなと思いました。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ Amazon ランキングってこんな感じなんだとか、あ、こういう使い方すればなんかいいの買えそうみたいな思ってくれたら高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。